読売日本交響楽団、公益財団法人読売日本交響楽団、読売日本交響楽団は、日本のオーケストラ。新聞社が母体となるオーケストラは、世界でもこの楽団だけである。日本オーケストラ連盟生会員。愛称は、読売教。1962年4月に、読売新聞社、現、読売新聞東京本社、日本テレビ放送網。 読売テレビ放送の3社が母体となって設立されたオーケストラである。同年9月に最初の公演を開催した。1967年にはアメリカの指揮者アーサー・フィードラー指揮による初の海外公演アメリカ・カナダを挙行した。1968年にはペンデレツキのルカ樹難曲日本初演で日本のオーケストラでは初めて芸術祭大賞を得た。 1979年から1995年にかけてはゲンナジーロジェストベンスキーによるショスコービチの公共曲全曲演奏を世界で初めて同一オーケストラ、同一都市で実施した。1982年、1987年、1992年には、それぞれ三好明、武竹光トール、西村明に作品を移植し、世界初演を行った。 2001年からは常任指揮者ゲルト、アルブレヒトの発案により、日本人若手作曲会食シリーズを開始、も月慶きテラ若手作曲家の移植作品を年に一曲のペースで初演した。アルブレヒトの退任後はこのシリーズは終了したが、新作の移植、初演は正式者であった下野達也時代にも活発に続いていた。また2002年には、ワーグナーの パルジファルを日本では、久しぶりに、舞台上演。2003年には、三島幸夫の原作に基づくハンス・ベルナー・ヘンツェのオペラ、午後の栄光の世界初演もいっか、かつては、ウィーンフィルハーモニー還元楽団や、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、いずれも当時と同様に、団員を男性に限定していた。これは、音楽大学卒業者の女性比率が高い日本では、異色であったが、 現在は女性にも門戸を開いている。2018年4月に川崎市麻生区の小田急玉線黒川駅隣接地に建設した新練習場2965年から使用していた同士玉区にあった旧練習場から移転した。また同年11月3日より麻生区の新ゆり芸術の街の活動の一環として黒川駅の列車接近メロディや駅構内 BGM に読み教が演奏するクラシック音楽が用いられる。1961年、読売新聞社の招平によるパリオペラザ・カルメンの来日公演が実現した。当時の外来オペラの来日公演は主役級歌手と指揮者が本国から来日するのみであり、オーケストラとか唱は現地、すなわち日本で用意することが慣例であった。 しかし1961年当時の読売新聞グループは参加にオーケストラがなくオーケストラの調達に苦労した末、いわばライバルであったフジテレビ文化放送参加の日本フィルハーモニー交響楽団旧日本フィルに依頼せざるを得なかった。この出来事が屈辱的であったとする意見が読売新聞グループ内から出たこともあり、自前のオーケストラを持つことが急務とされた。なお 設立に際しその名称が、読売公共楽団ではなく、読売日本公共楽団とされたのには、勝利期末太郎の一新聞社の枠を超えた、日本を代表するオーケストラに育ってほしいという思い、込められているという。したがって、日本の二文字に深い意味がある以上、その略称は、読み教よりも、読売日教とすることが妥当と言える。事実、 世間では、読み教の愛称で親しまれていたにもかかわらず、読み教側は、チラシやパンフレットに、読み売り、日教の表記を用い続けていた。しかし2011、12年シーズンからは、読み教側も、チラシやパンフレットに、読み教の表記を使用するようになった。ただし2011年以前も、テレビ番組、深夜の音楽会のサブタイトルは、読み教シンフにクライブとなっていた。 1963年より日本テレビで関連番組を放送している。1984年から96年までの読み鏡オーケストラハウスでは美術の美の世界アートナウト交互各週で月曜未明に放送されていた。現在は毎月第3水曜日の翌日未明2時29分3時29分に日本テレビで読み鏡シンフォニックライブを放送している。これは 読み鏡の主催公演にテレビカメラを入れて収録する。ほか、年に3回ほど、日本テレビ主催による公開収録も行われる。このほか、年末には特別番組として、ベートーベン第9コンサートも放送される。結成当初から、海外からの著名指揮者招兵を掲げ、結成直後には作曲家アラム、ハチャ・トゥリアンの指揮による、名バイオリニストレ・ウォニード・コーガンとの共演を行い、 国際的にもハイレベルなオーケストラであることが認められる。イゴ・レオポルド・ストコフスキー、ハンス・シミット・イッセル・シテット、ウィレム・バン・オッテルロー、アンタル・ドラティ、キュンター・バント、セルジュ・チェリビダッケ、ロリン・マゼール、シャルル・デュートは、ブルーノ・バイル、ガリー・ベルティーニ、ズービン・メータ、ムスティスラ・フロ・ストロポービチ、バレリー・ゲルギエフなど世界でも一流の指揮者が同オーケストラと共演した。 現在でも、ユーリテ・ミルカーノフやレイフ・セーゲルスタム、オスモ、バンスカ、ウエオカ・トシユキなどが定期的に客演している。なお、カール・ベームも1979年に招聘されて、いたが、ベームの病によりキャンセルしている。また、先に挙げた、ハチャトリアンやヘンツェイなど、作曲家が自作の演奏を指揮することも多い。歴代の常任指揮者にも当時の東ドイツの名指揮者、 ハインツ・レイグナーや若杉・博など著名な指揮者の名が上がる。第七代のゲルト・アルブレヒトは徹底的なトレーニングをオーケストラに課して演レベルを格段に引き上げたほか、現代音楽にも積極的に取り組み、またレコーディングや欧州ツアーも行ってオーケストラのステータスを引き上げた。第八代のスタニスラフ・スクロバチェフスキはブルックナーやブラームスが高く評価された。 第9代のシルバン・カンブルランは、毎シーズン、自身が指揮する定期演奏会にテーマを設け、2010、11年シーズンはペレアスとメリザンド、2011、12年シーズンはロメオとジュリエットであった。2006年には、正式者のポストが新設され、シモノ達也が就任、ヒンデミットの作品を集中的に取り上げたほか、 同一の日本人指揮者と同一の日本のオーケストラとしては、初となるドボルザークの公共曲全曲演奏を実現した。指揮者の人選としては、比較的ドイツ志向が強く、日本のオーケストラとしては、際立ってというほどではないが、2019年就任のセバスティアン・バイグレを含めると、歴代常任指揮者10人中5人ドイツ人、他にデブルゴスもドイツ系スペイン人である。 読売日本交響楽団は特に21世紀に入ってから新作の移植、初演を活発に行っている。移植作品は以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。